イビーベイベベイベベイベウウウウ、もうようわからん。何これベイビー。私には愛する一人の赤ちゃんがいる。だが私の過去が原因で赤ちゃんの身に危険が。あーかわいい。あんちゃ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 。ほう、あれなんか身長低い。あ、違う、下がんでたわ。ゲームスタート。ポッチー。あ、てて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 て、てはい、見知らぬ天井。いや、雰囲気悪。生まれましたよ。赤ちゃん生まれたばっかり。これ大きな男の子ですよ。あら、よかった。ご覧になりますか？いや、もちろん。もちろん見たいわ。そうだ、見てよ。わかりました。お、見せてくれんの？あちらになります。何それ、あちらになりますって。どういうこと？終わったわ。終わったよ。ああ、目が覚めたってことで、ね、なるほどね。ああ、よかった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 。あんな化け物産んだらびっくりしちゃうよ。夢か。まあ夢だよな。うん、よかった。まあまあよかったね。あんな化け物産んでたら本当終わってるからな。本当に嫌な汗かいた。シャワーを浴びよう。ああもう亀も気が動転してるわ。あーあーあーあああ。シャワールームは一体どこにあるんですか？ここか？あ、これじゃん。あった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 。こっち。まあ嫌な汗かいたからね、本当に。部屋に戻って服を着替える。服これか？あ、着替えるあった。はい、よっこらセット。着替えてと。ベイビーが泣いてる。あーあーあー、赤ん坊が泣いてるって。ベイビーどこ？ベイビー、私のマイベイビーはどこ？ベイビー、ベイビーどこ？ベイビー、ベイビーの部屋じゃねえな、これか。あー、ベイビーおった。ベイビー、お前らここにベイビーいるぞ。あー、私のマイベイビー、確認する。あー、かわいいでちゅね、今日もね。うん、ミルクかな、私の愛する一人息子。ん、いろいろ苦労したがやっとできた子供だ。なんかすごいな、なんかなんだこれ。感想入ってる。大切に育てようと思っている。おー、まあいいけど、うん、いいことだと、うん、いいこと。なんだ今の。あの今さっきのクロミはなんだ。ミルクを用意しよう。お、亀も泣かないの。亀は大人でしょ。まあまあ、ちょっと愛すべき我が子のためにちょっとミルクを作ってきましたよと。ああ、いいね、お前らちゃんと手なずけてんのだ。ほら、はい、ほら、はい、ミルクだよ。ほら、お飲み。飲み方豪快やな、おっさんみたいな飲み方すんな。あー、かわいいね。あー、かわいい、かわいい。泣き止んでくれた。あー、よかったよかったよかった。私もお腹が空いた。あ、じゃあちょっとご飯でも食べる。うん、ご飯でも食べよっか。じゃあ、ほら、お前らもご飯食べるよ。ほら、あのビッグベイビーたちもうどうにかしてや。もう、まあいいや。なんか食べるもんあるかな。食事をするもんなんかある。おお、あった。踏むんじゃないよ。お、踏むな。おお、パン出してきた。お、チキン、パンチキン。踏むな踏むな踏むな、わしの飯を。豪快。お、誰だ。なんかピンポン来たけど。
誰だいこんな時間に。まったく。はい、どうも。お、見えん、なんも見えん宅配便、なんも見えん、何も見えん。おいおいおい、お宅配便な、ありがとうありがとうありがとう。もうやかましいな、こいつ。はい、何が届いたんですか、これ。あー、かわいい、ぬいぐるみ。クマのぬいぐるみがやっと届いた。おー、いいね、ベイビーに見せて喜ばせよう。いいじゃん、こんな可愛いの買っちゃったのね、アマゾンで。まあ、早速ちょっとベイビーにあげる、きっと喜ぶんじゃない。お、ベイビーどこやったおい貴様、ベイビーどこやったお、ハゲどけ、お前。ベイビーどこ行っちゃったの。ベイビー、ベイビーがいない、なんてこった。どこ行った、探さないと。ベイビーよ、お前らどこやった、うちのベイビーどこやった。ベイビー、マイベイビーどこ行っちゃったの。手がかりがないぞ。お前さ、もうお前最低やな、マジでマイベイビー大丈夫かい、マイベイビー。どうやってこんなとこまで。確かに、何を見てるの、何見てんの、マイベイビー。え、窓見てる。うわー、逆光でよくわからん。逆光でマジよくわかんなかったな。今何かいた、わかんない、見間違いかな。書くな、お前。ベイビーをベッドに置く。よし、まあとりあえずベイビーな、かわいそうだから、お前すぐ寝な、もう。うん、はい、マイベイビー、はい、おねんねの時間だよ。汚ね、布団にしたな、汚れちゃったじゃん、ちょっと。よし、仕事をしよう。じゃあちょっとお前らおもり任せたからな。うん、ちょっと僕仕事してくるから、待って、変なことすんなよ。書類が入ったバッグが必要だ。バッグ、地下に取り行こう。ほうほうほう、なんで仕事のバッグが地下にあるんだろう。えっ何や今の、ドドドドドンじゃないんだ。これか、バッグって。よし、おった、戻って仕事しよう。よし、仕事するぞ。ちょっとあいつらもベイビーの大丈夫かな、お世話できてるかな、あいつら。ちょっと様子見るか。よし、仕事仕事。停電？何、停電だと。地下のブレーカーを見に行こう。これまたあいつ出てくんじゃん、変なやつ。あー、ブレーカーが落ちてる。なんで、でんでんでん残念だな。あー、誰、誰ケツ叩いた。んー、何の音だろう。あー、壊されてる。あー、お前らーやばいぞー。ベイビーが誰だ。おい、お前らベイビー、お前ら携帯いじってねえの、お前ベイビー守れよ、お前ベイビーベイビーが言うから、お前ら何しとったんや、お前ら。おい、ふざけんな、お前ら。ベイビーがいねえじゃねえか、お前ら。この携帯依存症が本当に。ちょっともうベイビー探しに行くしかねえわ。なんだこの道は。くそ、あいつらに頼ったせいで。なんだここ。
変な部屋。ダメよベイビー、行っちゃダメだ。ベイビーついてちゃダメだ。行くなベイビー。かわいいな、癒されんな。何あのよちよち歩き。ベイビーを返して。本当だ、返せ。どこ行った？ここが意外と入り組んでない。おお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 ん。え、ここはどこ。なんだここ。ここは私が昔住んでた家。変な扉。 お前らも来た。まだもうダメだ、終わってるわこいつら。なんで僕を産んでくれなかったの？お、ちょっとなんか話変わってくるぞ。ちょっと話変わってくるぞ。10年前。回想入った。私は赤ちゃんを産む予定だった。なるほどね。だけど、不良の事故でお腹の中の子供を失った。なるほど。まあまあ仕方ないことっちゃ仕方ないことだけど、あの怪物はその恨みで出てきたのであろう。でかいけどな、だいぶでかいけど。なるほどな。なんだ、母の愛情かっこハートを集めよう。なるほどね。はい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 。まあなんか完全に格付けの部屋みたいになってるけど、とりあえずハートを集めなきゃいけないらしいぞ。おい、行くぞ、携帯依存症。なんかいた今。普通に歩いてる。あーあ、なるほどね。ああ、逃げなきゃ。なんかないかな、ハート。ハート、ハート。あーあった、ハート。ハート1個目ゲット。お前いいねされてんじゃねえわお前。あ、あった、2個目。ざっけんなお前ら。腹立つわ。何あれ、これか。なんか開きそうな引き出し。お、なんか一瞬なんか見えるんだこっちは。オープン、見つけたー。テレレレー、ハートの器。やめろお前。やめろお前、狙うな。何狙っとんねん。脱出だー。お、え、なんかお前らあぐらかいてんだけど。ビッグベイビーが、あー、なんかいる、うちのベイビーが。何してんの、大丈夫、話すトーク。やめろ、入るなお前。どうしたの。あ、愛をあげてる、愛をあげてる。お、亀入んなお前。お前からもやってくれ。おお、成仏できた、もしかしてこれビッグベイビー。うわ、夢か。A dream? 赤ちゃんを見に行こう。ああ、お、血まみれ。おわ、マイベイビー、マイソン。私はこの子もあの子も愛している。成仏してくれただろうか。私はこれからもあの子を思い続ける。キャ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 ー、イエー、ニャンニャンニャーニャンニャー、かわいいでちゅねー。
幸せな日々が続くといいですね。そう、いつまでも遠藤。ちょっと待って、どういう終わり方？どういう終わり方？